MLB、ドジャース、パドレス、日本時間7日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は6日、日本時間7日、本拠地でパドレスとの地区シリーズ第2戦に臨む。試合前には球団公式 X、旧ツイッター、がデコピンを歩かせて球場入りする様子を公開した。翔平とデコイは第2戦に向けて準備万端と投稿されたのは、 球場の駐車場で大谷がリードを持ってデコピンと球場入りする様子だデコピンにはドジャースのユニフォームが着せられている大谷は黒いキャップを逆向きにかぶり首にはヘッドホン上下ネイビーの球団のウエアを着用ブラウンカラーのリードを持ちながらデコピンを見つめているデコピンはマミコ夫人と第一戦もスタジアムで観戦 大谷は2回に一時同点となるスリーランを放つなど、5打数2安打3打点の活躍を見せた。